浅草米兵暴行事件を報じた毎日新聞の記事浅草米兵暴行事件とは1951年3月21日に連合国の占領下にあった日本の東京都台東区で発生したアメリカ軍兵士を標的とした暴行殺人事件。事件に先立って3月2日には密入国者を中心とした朝鮮人408名が 建国して間もない大韓民国に強制送還されており、これを不服とした北朝鮮系の在日朝鮮人の間にはアメリカやイギリスを中心とした連合国の占領軍に強い不満があった。事件現場となった朝鮮マーケットは当時旧朝連携の在日朝鮮人が牛耳っていた。朝鮮マーケット内には強制送還反対。 民主民族戦線などのビラやポスターが多数貼られており、韓国系よりも北朝鮮系の朝鮮人が多数を占めていた。付近では1950年3月に台東海間事件が発生しており、朝鮮マーケットもその際に一斉捜索を受けて逮捕者を出している岩くつきの地域であった。1951年3月21日午前3時30分頃、 浅草国際劇場向かい側の浅草専属町にあった闇市通商、朝鮮マーケット内の在日朝鮮人経営の旅館に6名のアメリカ軍兵士が宿泊していたところ、旅館のオーナーたちと口論になった。その際にアメリカ軍兵士一人がハサミで切りつけられ負傷した。他のアメリカ軍兵士が負傷したアメリカ軍兵士を車に乗せて脱出しようとしたところ、 100名ほどの朝鮮人たちに投石された。そして200メートル進んだところで包囲され、コンクリートの塊を投げつけられるなどして車を大破された。この時にアメリカ軍兵士一人が即死している。所轄の浅草警察署は警視庁予備隊に出動を要請した。予備隊は直ちに現場に駆けつけボートを解散させた。50名の朝鮮人を検挙した。この事件で、 アメリカ軍兵士一人が死亡、一人が重傷、二人が軽傷を負った。被害者がアメリカ軍兵士であることから、ポツダム命令の連合国人に対する刑事、事件特別措置令の規定により、アメリカ軍が直接捜査を行い、在日朝鮮人17人を検挙した。この事件は、帝都の治安上有識問題であるとして、国会でも取り上げられ、 朝鮮人の相関についての議論がなされた。ABCDEFG 第0ありがとうございます。